しもっちゃん、いくごぴょん、かずもりたさん、ゆうぽうさん、くろちゃんさん、HKT48 おしさん、ひろたんさん、けんせいさん。やっほやっほ。自分のお部屋配信。もう福岡。早いね。もうね、もう、なんていうの東京の滞在時間と飛行機に乗ってる時間一緒ぐらいだったマジで。ひろくんさんハートありがとう。ぽよんぽよん。今日予防接種をしたのでね、あんまちょっと激しく動かないようにします。髪の毛何がいいかな。見て私の女子力ポーチ、カット板をつけます。ここがね、ささぐれになったの。モーリーファンタジー、ありがとう、モンモン。パンクペンゲンさん、おにはせよ。ポニーテール。やっぱり最強、やっぱみんなツインテール好きね。ひとよしさん、かわいい、ありがとう。あ、トロロロロンだ。ちゃんとトロロロロンに書いててね。いぶきは？いぶきは6時45分からするそうです。本当はね、今日一緒にしようと思ったんだけど、どっちの家もダメだった。親の許可が出ませんでした。ツイーン。お疲れを。ひろくんさん、ダラマありがとう、ゴロ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 。実はね、ここもつくんです。ほら、明るい。インフルエンザの注射しました。夜に動画をツイッターにアップしますね。そうね、なんかね、せっかく部屋だからね。プーマさん、花束ありがとう。わい、木村さん、風呂敷ありがとう。よっこいしょ。今日何やりました？今日は握手会ですか？握手会でした。東京行って、今さっき帰ってきました。今日はね、4時50分ぐらいに起きた。えらい。アクスしたかったよ、ピエン。田村村さん、ハートありがとう、ぽよんぽよん。生写真、サイン当たって嬉しかった。結構当たったよね、みんな。なんか写真の時より当たった気がする。ここにはリコピさんのやつが入ってます。うん、このね、とこは結構整理されてる。ここ何も入ってない。 DS とカセットぐらいしか入ってない。今日の服可愛いだって。これはね、ミオさんからもらったんです。じゃあ回ってみますね、一周。こんな感じです。こんな感じね。マルキー参加をありがとうございます。キョウキョウ愛車ありがとう、ペロペロ。マルキーさんハートありがとう、ぷよんぷよん。 DS さん何の役かかる？ダイソンスーパーエアホットライト。このね、下からね、下、一番下とその上はトワイスのグッズがあります。トワイスがめちゃめちゃ前好きだったんですよ。あとここには生誕アルバムが飾ってあります。久しぶりにハルちゃん配信してきたよ。ほら、確かにしましゅんは久しぶりだ。
みほ730かっこただび星さん、いいね、ありがとう。はるちゃんのサイン欲しかった。お、次おいで。そう、もう福岡です。観光したかったよ、ピエン。なんかね、みおちゃんから本当に服いっぱいもらったから、これからの串会みおちゃんの服が多くなりそうです。イエイ。でもね、結構夏服が多いかも。ここに飾ってある私の洋服の数々が。はるちゃんは当たらないのどうしやめる、ピエン。ダメだぜ。ね、マスターさんのサイン当たんなかった。いつかはるちゃんのサインもらうの夢です、ピエン。でもピエンしか言えんくなった。おしめりんさん、ハートありがとう。ぽよんぽよん。ゾノさん、タコありがとう。ね、今日これ大人っぽい V ネックです。 V ネックね、初なの私。イエーイ。やば、このね、これはね、これはね、なんか学校行事で作った。ガスバーナーで木燃やして作った。ねえ、なんもないわマジで。おしまりんさん、ハートありがとうございます。ぽよんぽよん。めっちゃテッカテカ、テッカテカっていうか、なんかめっちゃ反射が。 F 窓メール送るね、待ってます。皆さん F 窓に出るので F 窓メールぜひ送ってください。ぽよんぽよん、体全体で表現してください。今度ね、今日あれ予防注射しちゃってるから。今日はね、ほら、これはね、逆向けができました、私。逆向けができて、剥がしちゃうんですよ、私。学校とかで。痛い！もう、ここら辺まで剥がれんの。ほんとに。泣いたの？うん、泣いてないけど、もうほんとにね、やばかった。なんか、やってみたらそんなだけど、やるまでがもうやばい。やるまでが一番怖い。わい、木村さん。風呂敷ありがとう。よっこいしょ。今日、花束ありがとう。謝らなくていいんだ。上島が泣いてた気がする。初注射なんだって、インフルの。毎年注射してなかったって。つえーな。私はね、注射しなかったら毎年かかります。なんかね、でも、注射をするのは11月の初めらへんがいいらしい、本当は。なんかコインだって、その時が一番、その時にやった方が長続きするし、なんか早めに打ちすぎてるから最後らへん結構あれなんだって。もう15213、クマパンケーキありがとう。パクパク。上島のなんか、なんていうんですか、マリアちゃんが他のとこつねってたら痛くないよみたいになってて、上島の時つねってたんですよ、私が。そしたら終わった後こうやって泣いて、で最後歩いてたら、やっぱくだはるつねられたのが一番痛いわ、注射より痛いって言ってた。すいませんってなった。インフルエンザかかったことない。うわ、そういう人こそ体に持ってるんだよ、君も強いんだよ、君は。めっちゃここに筆記用具がある。筆記用具、鉛筆とか付録とか、じゃらじゃら入ってるぜ。きょうきょう、ありがとう、ありがとう。
うん、マジで何もないね、見せるもんが。注射大好き。いるよね、愛知が注射好きって言ってた。最悪。なんかもう腕がね、上げる、なんか自由にできない。本当に。はるちゃん、今日は生地審査員ありがとね。そう、あれだからね、大差が出てきたんだよ。こうやってね。ここないんだっけ。これ1年生ぐらいの時に使ってた自由帳。空いてるとこないかな。怖い家見つけた。いくよ、3、2、1。ありえる。ありえる。やばくないこれ。後ろにもっと衝撃的なものが書かれてるけど。ありえる。やば。で、後ろがもっと衝撃的です。3、2、1。ベル。ベルだよ、ベル。美女と野獣のベル。こんにちは、ベルでーす。やばくない？まあ、1年生でこの画力はいいんじゃないかな、結構。リラックマ。はるかーって書かれて1年生でローマ字が書けてたなんて優秀です。でもなんかいつも書いてるやつこんな感じだった。標準的な可愛いやつ書いてた。ただちょっと難しいやつに挑戦するとこんな風になっちゃうんだよ。モンさん、ハートありがとう、ぽよんぽよん。これはすごい、使い始めと使い終わりをねくっきり書いてある。使い始め、12月10日月曜日。使い終わり、2月7日金曜日。多分これ2、3年生だった。1年生かな、まあそんぐらい。あ、すごい懐かしい。ちょっと待ってね、隠す一回。こんな感じでね、サインをね集めてたクラスの人の、クラスの人のサイン集めてた。めっちゃにゅるんだって。キモ。キョウキョウ、いいね、ありがとう。ねえ、やばいよ。あ、頭がない。じゃイベさんの今よりマシじゃない？私の1年生の時の絵って。だいぶマシだよ。ね、貞子って頑張って描こうとしてる。見て、ほら。貞子。マリーハンたち、パンプキンありがとう、パンプキンキン。貞子って描こうとしてる。怖い怖い。貞子は好きだったのかな。見て見て、小学1年生にしておじさんみたいなことを書いてます。せーの、ダン、ダジャレ満載。見てこのゴキブリの動きぶり。豆板醤は豆板醤、サラダは今更だ、おかんのおかん、前髪が長すぎて前が見えない、だって。すごくない？
親父やんもう1年生これ絶対今思いつかない私やばー、座布団1枚やった。みくー、ネタもらいました。忘年会ですかね。受けなくてもやんないでよ。お、すごい、見て、なんかよくわかんないけど、この時からサインの練習をしてたみたいです。一時手。さあ、誰の名前でしょう、これは。モンさん、誰もありがとう、ゴロゴロ。ね、やばいよね。あー、これめっちゃ学校で流行った、1年生の時。あのね、学校の人に、あ、まあいいや、ファンの人にするわ。ミキミキツンパ、カルテイハ、イエスかノーか半分か。イエスとノーと半分、皆さん書いてください。イエスか、ノーか半分。答え知ってる方はノーコメントで。ただの坂田さん、いいね、ありがとう。なるなる48さん、かわいい、ありがとう。ワイキ村さん、どれもありがとう。ゴロ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 。みんな農家？そう、これは半分で答えるやつ。はい、これはね、ミキミキツンパカルテイハ、イエスかノーか半分か。これをちょっと、ミキミキツンパを、なんていうんですか、なんかちょっと変えたら、キミキミパンツでカルテイハっていうのは履いてるかって言って、キミキミパンツ履いてるか、イエスかノーか半分かって言って、イエスって言った人書いたり、の、え、イエスの半分を全部クラスの人の書いてる、ここに。やばくない？こんな地道な作業してたんだ、私。1年生の時。半分はもう判決ってことですね。おかわりさん、いいね、ありがとう。それ小学生男子がするやつ。小学生女子もしてます、こういうの。1年生よ。パンツなんて1年生大好きだからね、絶対。おめでとう、工藤遥香。1年3組の生徒でございます。これまでありがとう。花までです。合格しました。質問心理テスト、1年3組。さあ、これは誰が書いたんでしょう。キョウキョウかわいい、ありがとう。ヒロくんハート、ありがとう。ぽよんぽよん。コキツイッターにリプしたらみんなが見れるの？うん、みんな見れる。うん、すごい。なんかいいのないかな。ねえ、また変なの見つけた。わい、木村さん、ハートありがとうございます。ぽよんぽよん。3、2、1、ハンナ・ミズコ。ウェクショイ。やばい、私こんなの書いてたの。ウェクショイ、ハンナ・ミズコ。1年生の発想力はすごい。花水子。うちのママに似てるね。あ、こんな感じ、いつも。やば。でもこの頃からもう目のキラキラを描き始めてる。あ、この時アイカツが好きだったんだね、私は。ここにね、自由帳が大量にあるんですよ。おうち、おうち。
そう、私ね、昔漫画家目指してたの。なんか10時間書くじゃん。そしたらバーって机の中に人が集まってきて、それでみんな書いて、わーうまいっていう感じのずっとやってた。アイカツって何の略？アイドル活動らしいです。あ、なんかここは歌詞が結構書いてありますね。あ、すごい、なんかもうお話書いてます。バレンタインデーのチョコでね、主人公の名前がマリアなの。かわいい、マリアさんで、男の主人公の名前がケン。あと次はひな人形の家みたいな感じのあります。もうここら辺からはね、結構ね絵が上手くなってきてます。やばやば。やばいね。あ、君はどのお菓子が好き？っていうのもやってました。クラス全員のを集めてました。今日何時まで？なんか普通に適当。これはあんまり面白くないですね。次はまだ 1年生の時どんだけ絵描いてんの私。懐かしい。友達となんていうの、作曲して歌割り作ってやってた、公園で。それ歌詞が書いてある、ここに。アイスクリームペロリンって書いてある。アイスクリームペロリンだって。ね、感性怖いわ。元気くんハートありがとう、ぽよんぽよん。キョキョかわいい、ありがとう。ね、やばい。めっちゃ作曲してあるんだけど、気持ち悪い。あなたはどんなアニメが好きで、またなんか撮ってますね。ただの魚さん、パンケーキありがとうございます。パクパク。そう、めっちゃ書いてる、マジで。1年生の時が一番消費量多かったと思う、これの。しかもこの頃にもう漫画書き出してるからね。これ見て、漫画書き出してるからね、もうこれ。まだあるよ。マルキーさん、かぼちゃありがとう。パンプキンキン。あ、これにも作曲してある。なんか字上手くなってんだけど。あ、2年生だ、これは。これは2年生。なんか字が上手くなってる。なんか、お友達と、あれ、なんて言うんですか？ダンス、この頃からダンスみたいなのちょっとやってたんですよ。
なんていうのかな、ちょっとなんか遊びでなんかダンスを友達とやってたんですよ。はい、でなんか〇〇ちゃんと組んだチーム名がトゥインクルポップですって書いてある。友達とね、これ真剣に考えてたの本当に。何にするで名前トゥインクルポップ、やば、トゥインクルポップ。ほらなんか絵が上手くなってる本当に。2年生だこれ。キョウキョウが春神押し宣言だって。やったね、やった。韓国にいそうだって。あ、確かにいそう。3人暮らしなんか家の中が書かれてますねこれ。シルバニアファミリーとかして憧れたのかな。怖い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 。なんかね、怖い話書いてるよ。じゃあちょっと読んでいきます。屋上女いきますよ。これ2年生に書いたやつです。2年生の時に、私は七瀬さゆ転入生、みんなのグループに入りたいんだけど、私はとにかくとろい、何をしても言い損ねたり、運動神経も悪い。グループに入ってるんだけど、やっぱり何を言っていいかわからない。学級委員の野沢原くん、頭もいい、成績も抜群で、もう一つは言ってはいけないところがある。それは屋上。なぜかわからないけど行くなと言われている。私は屋上が気になる、行こうとした。その時グループの子が一緒に帰らないと言ってきた。私はごめん、今妹と帰らなきゃという嘘をついて屋上のドアを開けました。なんで開いてるの？え？さゆはもう一つびっくりがあった。それは青いワンピースを着た女の人がいた。不安げな声で言いました。女の人はそっと振り向き、ようこそ屋上へと歓迎してくれました。私は女の人と仲良くなり、毎日のように屋上に行きました。女の人の名前は、狩浦綾菜というのだ。そうだ、綾菜さんに相談したら、何でもそうなるのだ。私は1ヶ月ぐらい屋上に通っていた。行くと、綾菜さんはしょんぼりしていた。ため息をつき、あなたもこっちのグループね。え？今日からこっちの世界の仲間に入るってことだよ。さゆはそのまま行方不明になってこっちの世界で楽しく暮らしています。怖くない？2年生よこれ作ったの。結構ちゃんとしてるよね。実際全然違う。これもうなんか普通に2年生ぐらいの時に小説で書いてる。屋上女だって怖いね。ここら辺はクラスの人の似顔絵を描いてますね。ね、2年生なのに。私はラリー、今森をさえまよっているところですって書いてある。怖い怖い怖い。私はラリー、今森をさまよっているところですって書いてあるよ。怖くない？めっちゃ。私何してたの昔。見て、本はウキウキのページ。このしおりが欲しい人は取ってください。どういう意味？屋上女怖かった。みんなそうホラー好きだったのよ。なんかさ、なんていうの、なんか何だっけ、階段レストランみたいなやつをめっちゃ読んでた。たまごっちです。これもう2年生。あ、また小説が書いてあります。読んでいきますね。
の場面小説は本当に思い浮かばない。キョウキョウファイト、ありがとう。ね、階段レストラン面白いよね。想像力豊かね。そう、なんかね、ちっちゃい頃はすごいね。よ、猫と親友の相手。これはなんかルンルンしてそう。私まだ全然わかんない。猫にも親友がいます。いろいろな猫を見てみましょう。そして何をしているか考えて聞きましょう。今日は猫コンテスト。何？めっちゃ上から目線や。今日は待ちに待った遊園地に行く日。遊園地は賑やかでとても楽しいところ。でも一つだけ不思議な音が聞こえる路地裏があります。なぜかそこには誰もが近づくことはなかった。みんな怖いのだろう。まあ怖かった。でも頑張ってみた。すると猫たちのサーカスだった。参加している猫を見ると可愛かった。ドアを開けた。何もいなかった。怖っ。怖い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 。本当はね、この前見逃したんだ。怖い怖い怖い。何もいなかった。何もいなかった。猫が踊ってたのに、ドア開けたら何もいなかった。文章構成が分かってないですね、これ。ここら辺は学校の人のプロフィールをもらってますね。あ、もう一個あった。伊勢エビっていうあれです。伊勢エビっていうなんか題名です。いきます。伊勢エビ。ハルトは伊勢エビが大の好物です。お母さん、今日伊勢エビ、ごめんね、売り切れだったのよ。ハルトはへこみました。ふとした時に伊勢エビの水槽に僕がいた。夢のようだ。でもうるさすぎてたまりません。伊勢エビも辛いなとハルト。そろそろ食べられる。まずい、ペッペッとハルトを食べた人はまずいと知りました。またふと気がつくとお家にいました。ハルト、ハルト、ハルト。目を覚ましました。ハルトは驚きました。目の前には伊勢エビのごちそうがあるんです。お母さん、ありがとう。お、ほっこり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 。伊勢エビ。結構高級なもの食べてる。そうなんです。今日みおちゃんの服です。もう少しで佐賀ツアーだね。はるちゃんに会えるから楽しみです。お、佐賀王さん待ってるでー。伊勢エビ食べたいとやったね。春行くご。行くごぴょんハート、ありがとう。ぴょん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 。はい、じゃあ次なんかまだあるかな。お勉強してます。優秀ですね。ここら辺はお勉強、ここら辺は普通になんか絵描いてる。これはこんぐらいですね。見て、すごいの見つけた。懐かしい。ほら見て。名前、工藤遥香。ニックネーム、はるちゃん。誕生日4月21日、年8歳。星座、牡牛座。似顔絵、こんな感じ。好きなことリスト。好きな動物、パンダ。好きな科目、図工。好きな食べ物、トマト。トマト？トマト好きじゃないよ、私今。好きな遊び、ドッジボール。トマトが好きだったのか、この時。トマトが好きだったのね、君は。お、これも使い始めが書いてある。使い始め、12月27日。使い終わり、2月2日、日曜日。なぜか、
なぜか全然関係ない電話番号が書かれてますね。なんかしかも絶対アクセスしない電話番号ですこれ。無印になってる。1ページ目から怖い。1ページ目から怖い。怖い怖い怖い。めっちゃ怖い。怖い。また貞子書いてるよ。貞子って書いてある。やば。スマホちょうだいだって。やば。ねめっちゃ怖いんだけど。推しメン貞子。多分そうだったんだよ。ね。何を書いてんですかねこの時は。何を、な、何これ何回どうぞって感じ。なんか佐賀県と福岡県っていう漢字をなんかこの時にやったらしいんですけど、まあ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 、まあここら辺まではまだいいじゃないですかね。まあ、真面目に勉強してなって感じ。ね。で、これを下にどんどん行くと、何がありました？何があった？この時に。飽きたの？なんかすごいよ。やば。G じゃありません。さっきの動きぶり。やばいね。何がしたかった？めっちゃ怖いの見つけたんだけど。35歳ってなんか怖いの抱えてる。35歳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 。キョウキョウ、馬、ありがとう。35歳。また変なの見つけた。37歳。35歳やばい。2歳。やだ、将来の自分。私こんな老けんの？めっちゃ絵描いてる。ここら辺は全然なんか何も面白くない絵を描いてあります。ペラ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 。ねえさ、2年間に何があった？しかもなんかちょっと若返ってる感じするよ私は。なんかこの時はキラキラネームをつけるのが好きだったみたいです。
35歳の目がやばかった。いいって。ラッコさんハートありがとう、ぽよんぽよん。やばくない？私呪われてんのかな？鬼ギャルだって、鬼ギャル。まつげすごい。白玉みゆきさんです。白玉みゆきさん。白玉みゆきさんです、この方は。まつげ、まつげや、まつげ。白玉さん。ちょっとさ、金髪でまつげがすごいバサバサってさ、村重さん似てない？かわいい。無駄にクオリティ高い。この落書き帳はこれでおしまいです。めっちゃ落書き帳ある。まあこんぐらいかな。アバターにしよう。35歳しちゃって。35歳アバターにしって。きょうきょう、パンケーキありがとう、パクパク。ご質問があります。今日の生写真のサインは自分で考えたんですか？そう、あのね、友達と考えた、学校の。ね、サイン何がいいと思うって言って、ハート書いた方がいいよって友達から言われたからハート書いた。そう、今日あのチーム H さんの新しい新メンバーが入ったらしいんですけど、それを見たら年下がいました。すごいパチパチパチ。12歳がいましたよ。ぜひ仲良くなりたい。ゆまさん、パンプキンありがとう、パンプキンギン。パイセン、そう、福島の方。35歳。なんかあるかな。せっかく部屋だからね。ほっ。じゃあみおちゃんからもらった帽子、可愛くない？もっさもさ髪の毛。そういえば今日は5期生がセレクションに合格して1年記念です。イエーイ。このもうね、この時には合格発表されてた。お昼の12時ぐらいに、12時ぐらいなのかな、で初めてサッシーさん見た。その時にそうなんです。この時確かメイクノイズと12秒踊りました。てっててってて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 んてんてん。しかもその時めちゃめちゃ語彙力なくて、なんか意気込みみたいななんか言わされたんですけど、もう どんなの言ったか忘れたし、なんかもういやもうやばかった。確か
パニック。なんでサシスさんいるのって感じ。その時は、先輩にさんつけるとか知らないから、サッシーがいたーって言ってたんずっと。ゆりなさん、初見ありがとうございます。よろしくねー。なおやさん、ありがとう、ぽよんぽよん。サッシーがいたーって。で、その後、合格した人だけ呼び出されて、なんか先輩のことはさん付けしますみたいな言われて、あ、さっきサッシーって言っちゃったわみたいな思っちゃった。なおやさん、ハート100個ありがとうございます。ぽよんぽよん。クロさん、ハートありがとう。ぽよんぽよん。早くノーパラ行きたい。カモンカモン。23日だから、ミヤビーバ乗せた。キョウキョウ、パンケーキありがとう。パッパク、じゃあそろそろランキングを読んでいきます。今何時だ。よくわかったね、こっちゃん吠えたって。見て、はるかっぱ。まだ1時間もしてないくらいか。愛情知らぬ間にまとめている。夜ご飯まだ食べてないです。そう、初期はカッパアバターがいっぱいいました。もう男女にまだいますよ、カッパアバター。久々だ。あ、みゆちゃん久しぶり。今日は大人っぽい。そう、大人っぽい。それが KUDO クド。 This 久しぶりにしたい。ピコ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 。なんかね、妖怪ウォッチがドキドキしたくなる。バスターズがしたくなる。ひろたんさん、ハートレードブンブン。メロッピのひろたんです。その DS おつろっちだわ。おつろっち、これは小学1年生の時誕生日に買ってもらいました。そうね、何があるか。あ、そうだ、5年生ぐらいの時のプリクラがあるんですよ。まあ、一緒に撮った友達とか映さないようにしなきゃいけないんだけどね。
もうめっちゃボヤボヤになってる、このプリクラ。2年前ぐらい撮ったやつ。ゆきてんさん誰もありがとう、ゴロゴロゴロ。でも私はめっちゃ服がシンプルでした、昔。もうほぼほぼっていうか色落ちしてる、結構。これは5年生の時ですね。めっちゃ顔変わったなって思う、自分。服がもうめっちゃシンプル。そう、3年前くらい。めっちゃ変わったよね、顔。あ、なんかお友達とチェキ取り合いっこしたな、そういえば。見て、カエルちゃん撮ってる。これは平成29年9月15日に撮ってありますね、チェキ。お友達と、お友達が家に来て、で、お写真撮る。今飛行機で、え、飛行機の中で見れるの？ポケット Wi-Fi 的な？めっちゃ焼けてる。歯茎出てる、しかもこの時から。友達とハートを作ってます。そう、チェキをやってましたね、この時は。これもだ。そう、もうここら辺は変わんないかな。全部同じ日に撮ってます。すごい懐かしいな。そう、ごっちゃんね、このあとすぐあれだから、もううびびびびって暴れてるから、めっちゃもうなんかぼやけてる。なんでこんなぼやけてんの。最悪。いとこちゃんと撮ったよ、これはね。めっちゃ漏れた、めっちゃこれぼやぼやしてんだけど、 TT してる。チェキ欲しい、だって抽選で送りますやろ。いとこちゃんとね、よく撮ってました。ね、めっちゃね、失敗したプリクラ。なんかね、この時プリクラで顔なしを描くのが流行ってて、なんか顔なし、顔なしわかるから、千と千尋の顔なし、あって言ってる、顔なしを描くのが流行ってて、なんかそれでやろうと思ったんだけど、時間が足りなくて、そう、足りなくてね。ただのさ、もうグレーになっちゃったのよ、やばい。あとこれも漏れた、もうめっちゃ焼けてる、これ。もう日焼けがすごい、これ。もう昔は日焼けなんて気にしないで、バンバン日焼け止めつけて外出さんでたんだよ。ほらね、まあこんぐらいにしましょう、思い出紹介は。思い出紹介楽しいね。まあ私が楽しいだけなんだけど。懐かしい。
まあほんの2000年前の話なんだからね。全てが懐かしく感じる。12月20日会いに行くべきです。あのね、なんだっけ、11月4日かなんかで、ね、ゴスロリします。ゴスロリします。今度は絶対ゴスロリ。もうゴスロリ、ゴスロリです。本当にもうマジなゴスロリします。11月4日に。愛知かな。マジのゴスロリします。11月4日だったっけ、まあ11月のどっかでマジのゴスロリします。多分11月4日。誓います。殺した。めっちゃびっくりした。ああ、なんかさ、透明っぽい雲、なんか思い出の品から出てきました。普通にあの手紙でパーンって引っ叩いちゃったわ。ああ、びっくりしたよ。もうこの、ああ、びっくりした。めっちゃびっくりした。それは5年ものの雲です。やめてください。おばあちゃんからの手紙で出てきました。はい、じゃあランキング読んでいきます。13位ふみさん、12位しまさん、11位さとるらぶさん、10位なおやさん、9位もーさん、8位まるきーさん、7位もーちょ521さん、6位きびだんごさん、5位モーリーファンタジーさん、4位くろさん、3位らっこ、2位元気くん、1位きょうきょう。ありがとうございました。じゃあ今日はっていうか、なんかまああのなんていうの、ギリギリ壇上に上がれなかった14位を読んでいきます。14位ひでさん。お、ひでさん今日来たくない、握手会。ありがとうございました。野原さん、アイスありがとう。ペロペロ。ギリギリ。ラッコさん、8888、ありがとう。野原さん、ハートありがとう。ぷよんぷよん。せーの、次の配信も見るぞ。ピンク、オレンジ、白、水色、何が好き？ピンク、ピンク。イエーイ。はるちゃんうちはピンクにすると、おお、やったね。目立つやつがいいな。あ、朝香ちゃんハッピーバースデー。はい、じゃあ配信終わりたいと思います。バイバーイ。次も見てね。うちは作ってくださーい。ご了承。じゃあ佐賀公演とファイナルツアー待ってます。10月23日にミヤビームの生誕祭があるので、そちらを待ってます。バイバーイ。あと F マドのメールもよろしくお願いします。バイバーイ。バイビーヌ。